いいですか。自分が 15BB とか、まあ、そのショートになった時に、なんかみんなブラインドで、自分がビッグラインの時とかのブラインドディフェンス率がマジで低いんですよ。はい、だから結局みんないつもみんな 15BB ある中の 1BB って考えちゃうんですよ。こんなん俺はだから財布の余裕がないから払えないみたいな、そういうゲームじゃない、そういうゲームじゃないです例えば僕が 8BB で、まあ、8BB や 9BB でビッグブラインドでキング8オフの時にするじゃないですか。カットオフのレーズが入りましたよね。カットオフは 2.3BB で済みました。どうするか、コールゴフしますで、当たってくれないかなでもこれってなんかもうショートだから降りるみたいな人って多いと思うんですよ。もうなんかもうこれ大事にしなくちゃいけないからこれみたいないや、もちろんその ICM の関係で、ICM の関係でスタックが小さくなればなるほどそのスタックの価値が高くなってるんで、際どいプレーが否定されるっていうのはもちろん数学的に正しくはあるんですが、もう一つ考えなくてはいけない要素っていうのは、まあ、ビッグバインドはアウトポジションなわけですよね。アウトポジションっていうのは、まあ、プレーがしづらいわけですよね。自分がアウトポジションにいてショートスタックになる時っていうのは、だいぶアウトポジションにいるという不利さが解消されてる状態なんですね。一番分かりやすい例がビッグブラインドで 1BB 払ってオールにしてたらなんか不利なんですか、まあ、1BB 払ったことは不利かもしれないんですけど、絶対に下ろされることはないんですよ。配られたハンドのエクイティが必ず実現されるわけですよ。 1BB 出したオールになるんですから、もうターンフロップやターンやリバーのをアウトポジションで自分が決定を下す必要がないんで、 1BB 払ってよしこれでもう俺リバーまでいけるっていうのが一番理想な状態なんですね。っていうことは50BB の時よりも 80BB の時の方が、例えばミニマムレーズに対してコールできるハンドって増えるはずなんですよ。 50BB の時にミドルポジションのレーズ、ミドルポジションの 2.5BB のレーズに対してキング8オフは降りなくちゃいけないかもしれないんですけど、 10BB の時にミドルポジションの 2.5BB のレーズに対してキング8オフはコールできるかもしれないんだけど、コールできるって言ってるわけじゃないですよ。よりコールできる可能性が高くなるわけですよ。まあ、それは相手のレンジによりますから、ミドルポジションのオープンレンジによりますけど、なぜならさっきの話じゃないですけど、チェックレーズをオールにしやすいって話じゃないですけど、キングか8が当たったらチェックレーズをオールにすればいいじゃないですか。そのプレーが簡単になるわけですよね。こういうプレーしやすいしづらいハンドが本来だったらプレーが簡単になるってことは、すなわちそのハンドの価値が高まってるわけですよ。なので僕はショートでビッグブラインドにいるときっていうのは、積極的に、まあ、積極的にというか、守れるハンドが増えるんです。だから当然そのオッズに合うから、要はすでに 1BB 払ってて、スモールが降りた 0.5BB もあって、アンティが合計1から 1.5BB あって、そういう状況でオッズが合うからコールしてるわけで、別にフロップミスったら素直に諦めればいいんです。あ、絡まんかったわ、チェックベッドコール別に問題ないんですよ。絡んだ時に1BB 払って絡んだ時に勝てるかもしれない金額はそこの目の前にもう十分あるので問題ないんですよ。これの延長上で話すことなんですが、そのビッグブラインドでディフェンスするレンジっていうのは、ヘッズアップの時とそうではない時ではだいぶ変わります。例えばこれよく勘違いされる方がいるんですけど、例えば数個ね、自分のビッグブラインドで76数って思ってて、レーズが入ってる場合に、そのレーザーに対して他にコーラーが欲しいか欲しくないかって話なんですけど、なんかマルチ4位になると喜ぶ人っているんですね。アンティがないキャッシュゲームだったらそれでいいのかもしれないですけど、アンティがあるのであれば、例えばミドルポジションがレーズ、ボタンがコール、スモールブラインドがコール対自分ビッグブラインドで8番スーツよりも、ミドルポジションをレーズ全員ホールド、ビッグブラインドで8番スーツとコールの方が絶対にいいです。それはなぜかって言ったら、
そもそもさっきの最初の試合だとスモールブラインドもフォローしてるじゃないですか。2つ目の試合だと降りてるわけですよね。だからスモールブラインドの 0.5BB がデッド前になってるかなってないかの違いがあって、でそのさらにそのスモールブラインドとアンティを合わせたこのデッドマネーを一体何人で争うのって話なんですよ。2人4人で争うよりも2人で争った方が得ですよね。オープンレーザーに対して誰もコールが入ってなかったら守る、ビッグブラインドはこの反対はキングが8オフでは守るけど、ボタンがコールした時点でキング8オフは守れないみたいなシチュエーションは結構あります。しかもキング8オフみたいなハンドだとなおさらマルチウェイになることによって価値が下がりますから、ボタンやスモールブラインドのコールが入ってるか入ってないかでビッグブラインドからディフェンスするレンジっていうのはまあそれなりに変わりますね。特にあのハイカードとハイカードローカード、ハイカードミドルスカードのオフ数と系のハンド、キング8オフとかクイーン4オフとか、ここら辺がディフェンスするかしないかが割と変わると思います。アンティが発生しててレートポジションの安いレーザーに対してハイカードローカードのオフ数とは結構ディフェンスしてもいいと思いますけど、ワンコーラー入るとちょっとです、ね、で少なくなるとビッグブラインドの時にプッシュオフホールドみたいな、これはもう入れるか降りるかみたいな、いやいや別にコールしていいから、すでにプリフロップの時点でのショーダウンバリューが高いハンドはオールにすればいいと思う。あ、もちろんなんかこいつよくオープンするけどスリーベッドオンラインには降りるなっていう相手なのであれば別に数コメでだから、それは別にスリーベッドオールインが十分な期待値があるのであればそれを取ればいいと思いますけど、あの別にフォールドする必要ないんだよと、例えばスリーベッドオールインできないからといって次の選択肢がフォールドなのはおかしいでしょって話なんですよ。スリーベッドオールインする強さがない手なのであれば次の選択肢はコールを検討することでしょってことなんです。Thank you.